んなくなってましたね。おお、ここでディスク1個返した。さあ、ブルース・ピアー選手の画面ですけども。さあ、さすがにいい試合になってきましたね。8対4。残りはもう2分ですんで、まだいけますけどね。ああ、苦しい。ここで会っちゃいましたね。さあ、とりあえず寄せ避けましたけども、ブルース・ピアー選手はどうするんでしょうか。だけど、こんだけ早い接近戦でよくわかりますね、なんか。一瞬目の前から消えたような状態になるはずなんですけども。追い払ってですね、今レッドを取ったのはアキンバ選手も分かったと思いますけども、さあ先読み先読みでボン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 打ちますけど、あーっとここが取られた。一瞬アキンバ選手がメガネ早かったですね。おはー、今のおわーとかいう声を聞いてですね、その後ショットガン。さあ11対4、残り1分、12対4。さあこれはもう時間的に逆転できるスコアじゃないと思いますけども、アキンボ選手と次のラウンドにもつなげる意味でもですね、きちっといってほしいですね。ショットも入ってますけどもね。ああ、やっぱ来ましたね。さあ、1個返した。2人ともすごい移動ですね、ですけど。こいつなんですけども、やっぱりやる人によって移動速度がかなり違いますね。さあ、13対5。残り10秒。はい、お疲れ様でした。まず1ラウンド目はですね、ブルース・ピアー選手が取ったところでございますけども、アキンボ選手とがですね、途中もちろんチャンス回りましたけどもね、接近戦であれ、あまりにも削られた場面がありましたけどね、あそこはちょっと、どちらかというとブルース・ピアー選手から見たかったですけども、非常にいいショットがもう直撃で入ったんでしょうね、多分。あっという間になくなってしまいましたからね。まあ全体的にはまあマップコントロールもさることながらですね、打ち勝ちと言いますかね、打つ、ショット、ショットの正確さでですね、上回ったっていう感じの試合でございましたね。さあ、秋元選手がですね、マップボートしまして、ごめんなさい、マップの名前が分かってないですけど。もう定番ですね、こちらのマップ来ましたね。秋元選手、このマップ強かったですからね。はい、レディー入りましたね、ブルース・ピアー選手が。はい、スタートします。2ラウンド目いってみましょう。The teams are tied. はい、まずはアキンボ選手の画面からいってみましょうかね。うわー、素晴らしい性格ですね。3階から1階へのですね、ショットも非常に性格ですね。これはもう取れるだろうというレッドに一瞬早く来ましたね、ブルース・ピアー選手が。これはスタートから厳しくなりましたよ、これ、アキンボ選手。これ、両方試合されてますね、これは多分。あっと、捕まってしまった。さあ、ブルース・ピアー選手の画面行きましょう。さあ、ここでレッドを取って、もうイケイケですね、これは。さあ、どうだ、どこだと、振って探してるのがよくわかりますけども。まあ、階段の下からのロケットはちょっと厳しいか。そうですね、ここでボルトが当たると楽ですけどもね、上、見上げるときは。階段の下から撃つロケットは本当に難しいですからね。
さあ、階段の上との下との攻防でですね、厳しかったせいもあってですね、これは、これはいけませんね。メガヘルスもう取るばっかりでしたけども、ちょっと体力が持ちませんでしたね。60ぐらいしかなかったですからね。さあ、ここで一つ返しましたよ。階段の上と下の攻防がこれ、前半戦の肝でしたね、これ。ここで少し、流れが止まって、今度は自爆。はい、アキンモ選手の画面に入りましたね。さあ、今度はアキンモ選手のペースですね、これは。さあ、もう本当に追尾するようなですね、レーザービームですね、これ。いいですね、攻めも何て言いますかね、ワンテンポ隠れてまた出るような感じ、まあ、いわゆるヒットアンドウェイと言いますかね、そんな感じの攻めで、相手の照準を外すと言いますかね、相手に体を見せたままですとやっぱりずっと当てやすいものですから、一回隠れてまたすぐ出たりですね、意外性って言ったらいいですかね。なかなかバリエーションに飛んでますね。ここで来ましたね。ブルースピア選手はやはり先ほどの階段下からのロケットがちょっと無理したかっていう感じでしたね。あそこで渡してしまいましたね、ペースを。さあ、まだ時間はありますんでね、ここでもう一回ペースを戻したいところですけども。わあ、バッチリのタイミング。二つ壁に押し付けるようにですね、ロケットをもう縫い付けたという言葉がもうぴったりくるようなショットでしたね、今。はい、ブルース・ピアー選手の画面ですけども。さあ、ブルース・ピアー選手はですね、まずどっちかですね。まずどっちかの、この、今メガヘルス狙いですけども、大物を、なんとか確保したいですね。